出版社パイインターナショナル編集部の大場と申します。今日は司会させていただきます。どうぞよろしくお願いします。今回の樋口真嗣特撮野鳥の、発売記念トークショーなんですけれども、企画と編集をしていただきましたジェネットの木川さん、どうぞ。続きまして著者の樋口真嗣監督です。どうぞ。あ、荷物が多いです。よろしくお願いします。監督から一言いただいてから。本当、本郷先輩ありがとうございます。本郷先輩ありがとうございます。そういう時は感謝だ。せっかくのね、我々せっかくの既得な人たちをそこで奪い合うことになる。結構ここにわざわざいらっしゃってるんですよ。本当の真の樋口真嗣。ありがとうございます。そんなつもりじゃない。やめてくれよ。どっちかだとね、ちょっとなんか味とっぽい感じじゃないですか。まあそんなことはその話はとてもいい。まあそのなんでこんなことになっちゃう。私も本当それで言うと、まあ私と出版、まあ外せないです。まあでも出版というか、私のそのまあいろんな打文を書き散らかしておりまして、かなり書き散らかしてるんですよ。私こう見えてすごいですよ。燃えないですね。なのに一回も本が出てないというね。確かに。いろんな人にどんどん追い越されてる。うん。仏田博さんにも追い出されてましたね。でなぜかわからないけど、あの手の本を必ず出していた出版社が潰れちゃったりしてたんですよ。そういうのもあってね、もう俺はないなと、もういい、俺はここまで来たらもう読み捨てるような文章を書き散らかして一生を終えて、もう全部もう。まあそんなのの一番最初はよくよく考えると、その時の担当編集が木川さん、そうなんです。もう30年ぐらい。はい。皆さんバンダイが昔雑誌を出してたみたいなご存知だったりしますでしょうか。バンダイの B クラブという雑誌がありました。模型情報じゃない。模型情報から。でも私が作ったわけじゃないですよね、あの当時。安井久志さんっていう大天才編集者が立ち上げた雑誌を途中でちょっとお体が悪くされたんで、急遽ピンチヒッターみたいな形で流行らせていただいて、それでもその後10年近くやったんですけどね。でその途中で樋口さん、当然マークしていた樋口さんとお知り合いになることがあったということで、カメラの1作目が終わったぐらいですね。お付き合い自体はどうかするとミカドロイドですよね。その後ぐらいで、どちらかといえば B クラブさん、あの当時ね、若手クリエイターの人って雨宮啓太さんと仲のいい編集者の三浦さんって人とその人ががっつり組んで、それでなんか連載してた。そうですね、連載漫画っぽいやつで、まあ私としてもその当時はまだくすぶってたルサンチマンですよ。眩しいな、いいな、やっぱなんかキラキラしてるな、才能っつうこういうもんかよ。まだこうそこカメラの前とかでもうじきは進めてる企画いろいろあるんですけどみたいな、ゴンゾというね、まだその頃4人ぐらいでやってる会社があって、そこのこっちがクラウドというね、雨宮さんの会社のクラウド通信、そういうだから分かるけど、分度ってゴンゾ地面をゴンゾアワー、ゴンゾアワーだったね。ゴンゾアワー、これまたろくでもなくいい連載をずっとやってて、まああんな本になるわけないですけど、だから割とよく遊びに行った時にゴンゾさん知り合い何人かいらっしゃって、その時樋口さん初めてご挨拶させた時に、私覚えたんですけど、いや知って笹塚の頃で、下でカマキラスのそういう絵を売ってたんだよっつって、それが第一声だったんで、もう甲州街道、笹塚にあったんですよ、甲州街道沿いになんかあったんですよね、プラモデリアが確かに終わっちゃいました。そうなんですか。すごい切り盛りで、うわそれはそうでしょうね。大福おもちゃを終えると大変なんだな。そこでその上がってきた時にカマキラスが売ってたわけっつって、ああ違うです、ああいいですっていう感じで、多分ね、最初の出会いだったんじゃないかな。まだ20代ですよね。そうですね、ギリギリまだ20代。で、それで、まあ、ガベの1作目の特撮をやって、で、そこでなんかこう、ピンで連載しませんかって言ったんですね。ないんだな。ついに来たから、俺の時代が。そこでもう、まず勘違いが始まるわけですね。お前、何様だね。なかなかひどいことを書き続けてましたね。秘密が結構多いから、まだ明かせないものってのは多いんでね、割となんか「レオスの次はバイラスだ」とかって以下のこと書で書いたりとか、嘘を書いてましたね。また反応しちゃう読者もいて、なんか気の毒だな。今だったら間違いなく炎上。そのうちね、もう本当にモセラの幼虫がお腹からこうするんだよ。レール、プチレールが、プチレールが名前ついた名前なんです。すごい。芋虫からね、超天竺ですよね。こんなんだってどうでしょうって、あの頃ワックスですから、ビビビってくるんですけど、これはさすがに無理っすよっていうね、なんかね、ネタが結構満載されてて、そういうね、やらせていただいて、もう本当。まあそんなことをずっとやってて今に至るわけです。今その間にいろんな、まあお互い音楽性の不一致で、音楽性の不一致、それぞれの道を歩むようになり、でそうですね、私が今まあジェネットという会社に2018年に立ち上げ、その前までにも結構15年やっちゃ別にとこ行って15年やってで、ようやくなんとなくこの界隈に戻って。でやっぱり最初にやりたいことは樋口さんが何か本をやりたいなと思ってご相談に上がった先のように「ピンがない」と「今まで出したことがないんですよ」っていう、そういえばそこだなっていう、じゃあどうしましょうかという話にお話になって、打ち合わせをした時に「野鳥を6つ」とつかまれて、これを一冊にまとめ、一冊じゃない、あの時はですよね、原寸のやつをハードカバーに入れるって、ハードカバーじゃなくて化粧箱に入れるっていう、そういう素敵な、だから経文社の原色怪獣カーがあって、あの後に何ですか、東宝のやつとかゴジラとガメラと大魔神みたいなやつ、あれがなんてその文庫のケースに分冊になってるんですよね。あれが理想形というか、スティーブン・キングのグリーンマイルみたいな、それを目指していたんですが、いろいろとやっぱりコストがでも結局とも少し大盤なんですよね、野鳥に比べると。まあそうですね、あ本物持ってらっしゃる。おお、なんでこんなものがあるかっていうのも、これをもう今日はずっと俺がこれの朗読会、野鳥の朗読会、ねじくれるんで、まあ、こうやって見ると大きさが一回り大きい。これなんで大きくしたんですか。紙とかあれが問題でしたっけ。大きくしないと怒られる、文字が読めない。ああなるほど、あなるほど、このくらい違ってたわけですね。いけないだからやばい。やばい。ダメなんですかこれ。大丈夫。これ大丈夫。まあそれ大丈夫。対応がない。そういうだったから結局企画をパイインターナショナルさんに持ってってからコロナ前でしたからね、あれね。そうですよね。なんでその時にもうこんなことをやっていただける会社はあそこしかないっていう社長の方にとか大場さんの方に力をものすごい食いつきで絶対やる。そうですね。その前からもう寺田克也さん落書き持ってあれてまさにぴったりみたいな、ね、あと村上万代の村上さんのスケッチ、ね、スケッチデザイン集とかされてもう不可能を可能にするまさにその流れで、はい、というそうで、その間も結局この膨大な野鳥を全部スキャン取らないといけないみたいな、ね、それがなかなかで最初は本当に経線なしみたいな。ああそうですよね。いや経線がある、うん、なるべくその実際のノートっぽい感じに近づけたいみたいな無茶なお願いをしたら実はそれはとんでもないことだったっていうような。あれどうだったんですか。まずスキャン取って青は青なんで結局飛んじゃうんですね経線。だから経線は別レイヤーにしてそうサイズが違うのと印刷切れちゃって。伸ばした裏に偽の経線が実は隠れてて、毎ページごとに毎回全部手作業で経線を合わせてごまかしてってわからないんです。そんなにどっかのリマスター作業みたいな。そうそうか。まあ全部言ってしまう。捏造した。でしかも実はこう見えて全部4色印刷。青だから青にして青と黒の2色じゃダメなの。そういうわけねえから。結構色使い大きいじゃないですか。オレンジとか赤とか。余計なことですね。いや。今でも本当にありがたいことで。だって普段もね書いてそれを最終的にその駒が並んだコンテみたいにしていくわけですよ。それを元に。そういう時にやっぱどんどんなんかこういろいろ欠損していく。情報量が変わっていったので、まあ、でそれで自分なりに改めて見たら、あ、この時の方がなんか俺いろんな意味でなんかやる気にあふれてたなみたいな、やっぱ初期衝動みたいなのがちゃんとなんかそこに残ってたような気がして、それをなんとかこう本にするんだったらそういうのも申し訳ないですけど、やっぱそんな絵が上手ではなかったりとか誰かのために書いた絵じゃないんで、だとしたらどうしたらみんなに喜んでもらえるか、喜んでるからなんか買っていただいた人がなんか得した損しなかったなみたいに思えるかって言ったら、なんかそういう初期衝動みたいなどうやってその本としてなんか保存できるかみたいな。でむしろ本当に今配信じゃなくてなんですけど本の場合は。電子書籍とかそういうのでもう情報としてももうなんか自分なんかもやっぱなんかこんなこと言うとまたよくないかもしれないけど、ディスクユニオンさんとかすごい映画本出してくれるじゃないですか。この間もねデビッド・フィンチャーの本の本出ましたね。買っちゃうよね。限定2000円とか間に合わない飛びついちゃうわけですよ。だけどみんなすごいあれはあれでちゃんと作ってるしいいんですけど重いんですよ。もうはい、もう読む場所がない。結局もう本当机の上に置いて広げてちゃんとなんだろうもう文をこうそうですね、かしこまってそういう向き合い方でないとダメだけど、やっぱだからできるだけ楽をしてできるほど iPad とかでこういうの寝る前とかに見れる一番いいのになと思うんですけど、でもまあ私の場合あんまそういうのじゃない形でなんか手にも持つというか手に取っといてで時々ペロペロみたいなのがなんか楽しめればいい楽しんでいただけたらなというのでこういう形でどうすれば本当なんか印刷の本としてなんかみんなが取っといてもらえるかなブックオフに売らずにするかなみたいなそういうことを考えてこうさせていただいたという。次第でございますね。やっぱり打ち合わせ中もやっぱり本当にみんなにどうしたら渡るのか、売れるって言っちゃったらそれはなんか生臭い感じになりますけど、どうやったら楽しんでも皆さんのお手元に届くのかっていうことばかり本当に欲しがってほしい。そうそう、自分多分ずっとその欲望に忠実に買っちゃって、ああ買っちゃったみたいな。もうそういうのをとってね、みんな本社もそうですけど、いろんな会社がなんかそういうなんか取っておきたい本みたいなのをいっぱい出してる気がして、いっぱい売れるっていうよりもなんか大事に取っといてもらえる本っていうような形にできたのが本当に良かったなと思いますね。そういうのはまあいろいろと、でもさね、わあ長かったなかなか。いやいやいや、やっぱりなんでしょうか、筆圧の雰囲気とかなんでしょうかね。もう触るとついちゃうんじゃないかみたいな、これは本当にパイさんのデザイナーの方とあと印刷の方たちのご苦労、色が何回できました？じゃあテストを含めると3回ぐらいですね。テストなんですね。あと PDF で直前にもっと鉛筆っぽさを見たらひたさに言われて、そうしたね、大感動しましたね。3年の準備ペイロードはそのぐらいありましたけど、最後なんか1ヶ月間の一番なんかワクワクというかドキドキというかざわざわしましたけどね。わりかしいつものことです、お忙しいんで。だからLINEだからなんかメッセンジャーかなんかでもう出すんですけどみたいなね、電話ギリギリのところでなんか、ね、すいませんあれ既読つくんで。そうですね。読んでないとか言えないようなまあでも本当、あとはなるべく活字を使わないようにしたかった、ね、あ、そうすごいですよ、まあって言い出したら結局ブーメランのように自分に返って、はい、付箋を全部自分で書かれているっていうのが付箋の上に実はメモが今構成してるっていうね実はアナログのように出てきてですね。しかもそれで言うと、なんだろう、やっぱりこうレイアウトしていくと、まあ後でお見せしますけど、実際はあそこまで綺麗に絵が並んでるわけじゃなくて、もっとなんか途中でやめちゃったりとか、だから実はこれはこれですごいなんか、ね、編集されてる、ダイジェストになってるとか、いいとこだけ載ってから、はい、最後まで描いた絵だけここに残ってるから。だからそうですね、スキャン取ってる間も「なんで途中まで書かないよ」っていうねこんなに残してっていうね、すみませんちょっとお母さん的にはちゃんと書きなさい最後まで書くようにしないでしょ。そういうのも結構あったやつが結構子供の頃から根気がなくてね長続きしないっていうあれですよ、慎むに書かれちゃうそういうのがあったんで、結局そうやってってもやっぱりどっかに隙間ができるんですよね。どうしてもそのなんか6枚6枚みたいな絵の構成で1ページこう 3枚ずつ構成していくとなんか時々余ったりすると、ここはなんかやだなこの隙間が空間、しみじくも今日ね氷川隆介さんという我々の大先輩が告白してましたけど、なんか今出してる本何だったんでしたっけ？日本のアニメの話。ああはいはい。で、なんかやっぱりその書評とかで、アマゾンみんな好き勝手書くじゃないですか。あれでなんかね、読みづらいみたいに書いてあって、で俺は全部そのなんだろう、その隙間が嫌で全部埋めたんだ。最終的にこう。なんていうか文字工みたいなのを全部こうあれですよ、氷川さんが京極夏彦さんみたいな全部変な隙間がテトリスみたいに埋めちゃう、しかもあんなに熱いんで、それと同じようにやっぱりその隙間があるから申し訳ないみたいな、そこになんか一筆添えよう、よく見ると相当無理してるコメントとかあるんですけど、これ関係ないんじゃないかなみたいな。でもどのコメントもかゆいところというか、あこれ知りたかったなっていうところをおさせていただいて、ぼやきみたいな。あともう一つあれでしたね。ノングルの手書きやっていう。あ、そうですね。ノングルが必要なんで、やっぱり入れなきゃいけないけど、手書き感が出したいってことで、樋口本と0から9までをバーって書いてあって、それをまた構成していくっていうですね。やらせていただきました。いやいや、なんか、みんな真似していきませんよって。できない。本当やって、まあ、結果的にでもこれだ。なんでしたっけ。作品的には、まあ、わかりやすいところが多いですよね。ウルトラマン、ゴジラ。そうなんですよね。だから、結局、コロナ前からやってて、3年もかけてたのは、若干イレギュラー的なところもあったんですけど。やっぱり、シン・ウルトラマンまで、見られたってのは、すごく幸いだったなっていう。もう、なんか。怪我の功名を使ったら失礼なんです。早く出したらよかったんですけど、でもちょうどハマっていただいて、もうしたらゴジラ。あ、でもあれは途中でじゃあチームトラン入れましょうみたいな、みんなちょっと顔色をなんかあれ発売ずらして、そうみんな顔色はちょっと青ざめたというか黄色みたいに見えるな。でもね、内心ホッとはしてましたけどね、あ、まだまだできるっていうか、そこはなんか、おばさんとか、私はほらまだやりたいっていうか、やっぱ入れたら絶対いいじゃないですか、シン・ウルトラマン。あの頃はまだだったから、公開されてませんでしたからね。そういうの見てると、絶対載せた方があって、でシン・ウルトラマンの公開日よりちょっと後ですね。でも全体的にやっぱりそのなんかこう、まあ扱ってるやつはもうキャラクターものというか、そうですね、結果的にはそうなったというか。結構他のキャラクターものじゃない映画とかもいっぱいあるんですけどね。それも書いてはいるんだけど、あんまそっちは使われなかった。使ってほしいとか別に俺が決めることじゃなくて、売れてなんぼです。いやいや、本当はあれなんですよ、樋口さんいろんなメモ書いてらっしゃったりとか、あとなんかシール貼ってあったりとか、そういうなんかメモ感も出そうみたいな話は最初してたんですけど、どんどんいろいろ入れていくともうページがないっていうか。だから日本の印刷技術のもう限界まで来てる人なので、これじゃ増やさないって言って、まあいいとこ、いい落としどころというか。そう、いやでも結果的にやっぱり、でまあ今日はこのね、まあ、ここにのこれをこうやってめく、最初これをめくりながら朗読会をやると、これもう皆さん持ってます。持ってるんであれば別に何かこれについて言ってもしょうがないからっていうことで、今日はその。西川さんに却下されるからね。いやいや、そういうわけじゃない。行こうから。して、ながらお話をしていただけると、はい、こういうのでいいのかな。はい、全然。よろしくお願いします。最初はね、お、もう好きになったんですよ。高いじゃないですか、ここで。はいはい。高くて、最初これ書いてるんですけど、これなんか。すごい遠慮がちに書いてて、でも同じようにやるんですけど、これ違うな。これはね、ローレライやりながら劇団新幹線の「白」っていう舞台があって、それのやつをやってますね。ビジュアルをよくね、あいかいか、そうだ、こういうのが結構ね、個人情報がかっこ悪い。これはそういう音楽のスケジュールとか、やっぱね、ちょっとなんかもったいなくて使えない感じがするんですよ、この時。でやっぱそれに対して、まあこの時のローレライやりながら独語ラジオの7人っていう、やっぱこの劇団新幹線の舞台で、あとそのまあこの頃仲良くなかった福井春俊さん。はいはい、あ、これ想定ですね。想定の元ネタだったりっていうのをやりながら、ローレライの時のその B 塾の周りに、じゃあ何が起きるかみたいなことを探ってたりとか、でまた想定に戻って、多分これ撮影終わった後にその特撮でその B 塾撮ったりとか、その頃だったんですよ。あと、まあ、こんなの見てもしょうがないけど、こう編集しながら、編集してはそのなんだろうな、通しで見るわけ、見て気になるところみたいなのって本当だったら多分記憶すれば一番いいんでしょうけど、記憶する量があまりにも多すぎてなんか見てることってなんか集中できなくなってきた、なんかあそことあれとあれと10個ぐらいだったら覚えてられるって違うんですけども、途中で覚えきれなくなってきて、だとしたら全部書き出して、でもうなんか覚えることやめようって思ってずっとそういうふうに多分何書いてあるか全然わかんないと思うんですけど。その時今見てもう分かんないですけど、その時はその生の感情としてこう書いてあるんだな、あれのことかすぐ分かるんですよね。でそういうなんか分かる単語だけをこういうふうに並べてってという、まあほとんどこれは本にならないですよね、これ。でこれあれか、アメリカパートのコンテとかを書き始めたぐらい。老人と話するやつですね。そういうのを始めてたりとかしてて、でこれは独路城の書に行って、最初に織田信長が織田信長に影武者がいたみたいな話だったんですけど、本能寺の変のパートを映像で流すっていうんで、そこだけ撮ったんですよね。その時にじゃあ何撮るか、その稽古場を借りて、そこにこうスクリーンリアプロジェクションみたいなスクリーン立てて、そこでこう絵流しながら手前で今松本幸四郎さん、当時まだ市川染五郎さんが織田信長役で、それを撮るっていうのでやってました。で最初の独路城そのものもちょっとなんか出てほしいってで準備してたんだけど、お金がなくなって、演劇だからいいやみたいな。何が出てくるか分からない。本当ですね。ハラハラします。こういうね、ああびっくりした。第三者が見てもちょっとわからないカオスな感じがこれは多分俺らのCDの作業をやってる時に、潜水艦のコースに対してどう、真上から見たものだ、加工してるんだこれは。で結局コンテの絵はこうなってるけど、それを CG 屋さんにどう伝えるかっていう時に、こういう注文がずっとあって、まあ本当だからこのぐらい文字が割合が多くて、でそれをまだその頃でじゃあ野鳥にを安定して使ってなくて、その後はなんか地上中雑貨屋で売ってたおしゃれ文房具屋で売ってたようなもので、あれかな、危険だな、これ日本沈没するのでいつぐらいからやるかで始まり、じゃあ日本沈没ってどうなんだっけみたいので、こういうメモ、この時はこのぐらい、これもやっぱり同じように横にすればそのなんとなく映画のスクリーンタイムみたいになるんで、これまずローレラやってるっていうのもうその時ですね。これもローレラがパッケージ用になんか結番シーンみたいなのまとめてやるんで、じゃあこのぐらいのシーン DVD の特典映像に入れましょうかみたいな。でそれでこういう最初物語作りみたいなので、そういう脚本家にでどこで地震が起きたらいいかみたいなことを。2006年7月、そこ問題点を出しながら、で内閣官房の人に会って、どういう実際どういうふうになるか、そういうアドバイスとか、これだと文字ですね。なかなか売り物になるような絵が出てこない。よく集めましたね、そう考えると。ああ、そりゃもう日本新聞その一時入ってたんですよ、やっぱり。ちゃんと。なんですけど、で、これ本当じゃあ主人公たちがどういう町に住んでるかみたいな。あ、なるほどなるほど。もんじゃ焼き屋。このところのキャラクターイメージで。なるほど。そういうですね。これはないんですよ。でこの辺で、これも撮影が入って。始まってから日本が高いとね、その要は日本がの沈没が発表になったとか、接触出ました。まあそのパニックシーンみたいなのは、もうこういうのも本当物理お芝居というよりは物理的にどんどん乗せなきゃいけないので、とりあえずコンテを書いて。このぐらいの量は欲しいです、こちらとしてはというのをまとめてたり、で、対策本部の中で、これ、本当、テストプランの前に、こういうのが欲しい、こういうのはどうでしょうみたいなので出していったり、そのでウルトラ警備隊の壁にあったダイバーションマップみたいなやっぱやりたい。でどんなキャラクターに結構こういうふうにこの頃から描き方としては、まあその後の野鳥になっていくんですけど、まあ鉛筆じゃないんですよ。何がすごいか。多分ね、この時、はい、俺のブームだったのが、なんか和風万年筆みたいなのがあって、筆ペンなんだけど万年筆みたいなのがあって、クレタケかな、それをね、それだと結構線の強弱が出せるんですね。でこの辺の土砂崩れで、このリアカーが巻き込まれるみたいな、多分この辺ほとんど同じように映画の中で出てくると思うんですけど、それを描いてたりしてましたね。でこういうのをまあ、演出部とかに回してちょっとスキャンしてもらってというのをやってたわけですね。お父さんがところがこの本が見つからなくなっちゃった。おしゃれ文房具屋とかであったんですけど、そのお店ごとなんか洋服が増えてなんか文房具買わなくなっちゃって、で真面目ですよ。真面目というか、埼玉県の本庄っていうところにがかなり家庭に協力的で、本当駅前のなんか、まあ、あんまり人通りもない町だったんですけど、駅前の商店街とか、まあ、もう完全に封鎖させてもらって、でそこをバイクで走るみたいな、避難民の中をなんか逆走するバイクみたいな、まあ、柴咲コウさんがバイクに乗ってみたいなんだけど、この時柴咲コウさんがいないのでヘルメットで顔が見えなくて後ろに二ケツで乗っている。草薙君中心に飛んなきゃいけないみたいな、なかなか大変でしたけど、まあ、このこういう形で使ってるプランを結構具体的に演じて出してきましたね。なんだけど、結局このおしゃれノートは在庫があっという間になくなってしまい、でやっぱりまた戻る、野鳥に戻って、まあ、これ本当クランクアップの最終日銚子の港で漁船がなんか日本から脱出していくみたいなのを取るのに3隻借りて、3隻をどう取るかみたいなのを、あらかじめなんか作戦立ててやるっていうので、それでも手があった方がいいっていうことで、まずマスターショットとなるものをこういうふうに取るから、それに対して何を。でこれはブルーバックのゲーム、ブルーバックでその逃げる人たちを合わせる。まあこんな形でこういうのでいいんですかね、こういう話。いや私も見ちゃってる。でこっちはこんな一応それぞれのロケバス、これはそうですね、入間基地のなんか飛行機が脱出していくっていうところの、これもやっぱ本当大勢のエキストラと限られた時間で飛行機とかをまあ乗せて。これから出発するであろうかっていうような振りをどのぐらいの時間で取れるかっていうのを計算しなきゃいけないので、そういうののためにコンテを書いたりしてました。この辺りはね、最初のじゃ候補になりました。ああ、使うフォルダーそれがね、だんだん超絶リミット版とかね、すごいのがいっぱいあるんですよ。これ何バージョンあるか、最初のうちはね、もうそのうちもういいや古いのはいいやそこまではだけど、やっぱ分かりやすさだろうってなる。やっぱりすごいのは、巨神兵東京に現るみたいに、もう しっかりというか、もう色付きで書かれてるものもあるわけなので、それと合わせていくとっていう、まあ言ってしまうと、監督もおっしゃってました。商品だってことで考えていくと、これ面白いけど俺しかわからないというか、俺が楽しいだけかもしれないっていうところもあるし、まあ何このじいさんかっこいいとか、そういうのはあるんですけど、まあでもそれでいうと本当にやっぱ巨神兵に関しては、まあ持ってきたら本人持ってるからいいやと思って持ってきたはいないんですけど、やっぱすごいビビってた、その何せ原作が宮崎さんですからね、もしかしたら見るかもしれない、多分見ないだろうという前提で書いていたけど、もしかしたら見るかもみたいに思うと、しかも私がなんだろう、黄土色の色鉛筆で影色描いていく、あれって宮崎さんのもう真似なの多分絵コンテを今描いてる人間の8割は読んだであろうアニメージュ文庫の「風の谷の七不思議」上下巻、もうあれ見てこうなるほどみたいな、オレンジ色ですからね、黄土色の色鉛筆でやると、あれコピーになった時ね、いい中間トーンで出るんですよね。というふうに聞いて、じゃあ俺もう形から入ろうあの色で塗れば何となくご覧になっちゃった。名作の香りがするみたいなそうなると、なんかもう巨人兵のやつとかいつもより多く塗ったりとかしてて、何やってんだろうでも本当はあの時はね、見られるかもしれないっていうのと、あと何だろうな、脚本のないものだったんで、多分その絵コンテでいろんな予算だったりとか、そういったものが決まっていくだろうから。結構あの時はなんか他のやつよりも分かりやすくて、絵にかける時間は長かった。ちゃんとあれを頂点の時に考えていくと、やっぱあれに匹敵するのがやっぱシン・ゴジラだったってとこもあるし、シン・ウルトラマンであったりとかっていうふうになってくると、こうなんとなく年を重ねるごとにくどくなってるってこと。ああ、若い時の方がなんかもっと最低さっき今見ていただいた最低限は若いでいいやっていうのがあったわけで、ちょっとこれまた全然使い方違うのが、アニメーションの場合、アニメーションの根底をやる場合ってどっちかといえばそんなんだろうな、一つの絵をどうするかっていうことじゃなくて、やっぱ流れになってる、コンティニティとかそんな、この絵とこの絵とこの絵でつないで、で流れを作って、ワンシーン作っていくみたいになってきたときに、これとエヴァの新エヴァンあれ。エヴァンゲリオン新劇場版のジョの時なんですけど、これ最終的な根底ではなくて、あとは根底を書くためのメモみたいなので、不登監督のあの書いた脚本があって、それに対してじゃあこういう絵が必要なのかなみたいな、まずこういうふうにこのぐらいの切手ぐらいの大きさの、今大事なところちょっと待ってください。申し訳ございません。切手ぐらいの大きさの絵で、自分で分かるぐらいのところでどんどん絵を並べていく。でそれで取捨選択して最終的にちゃんとした絵コンテ用紙に落とし込んでいくっていうのをこの時やってるし、同様のことは他のアニメーション作品とかでもそういう描き方というか。結構なんかこうなってくるとずっとこういうこの大きさでもう最後までいっちゃう。わあ、詳しくは英語を見る。いやだから分かりますよね。見てて味のある綺麗だし、誰が誰なんだろう、あよく見りゃあのシーンだみたいなのがね、なんかここで分かるから。結構実写のものと描き方がちょっと違うっていうか、そうですよね。まず勢いというかその中流れみたいのを優先させて描いてたりしてましたけど、でもそれがだんだんやっぱ若さなのかな、年をとる、あとね映画のねなんか作んなきゃいけない映画がだんだん変わってきた気がして。そういうなんか根底で見せるっていうよりはもっとなんか大きなものをまず最初に決めなきゃいけないっていうのが、それがだんだん役割が変わってくるっていうか、大丈夫鉄拳って何ですか？鉄拳はムービーですよ。これはね見た、いや映画 CG 映画で鉄拳であれやったんですね。なんか最後に何でしたっけ、鉄拳の中敵の何でしたっけ、ガキガキ男塾みたいな平八みたいな、が巨大化してデビルマンみたいになって戦うみたいな。ゲッターですね。ゲッターっていう。前から思ってたけどゲッターです。顔細かく描くと大変だなと思って、なんかシルエットっぽく描いたらゲッターですよね。あ、ちょっとした。これはでもね映画になったような。なってない。あまり歴史に残ってない。フィルムグラフィーデジフロがやった CC アニメが何本かあって、バイオハザードとか、ああいうのの流れで全然鉄拳っぽくない。最後ロケットパンチで描いてみると鉄拳は鉄拳だけど違うよ。それなりの大風呂敷を拾った。で最後羽が生えてくる。いよいよ。これはダイナミック黒さんに息を通さないのかっていうごめんなさい展開になって最後の2人みたいなことを書いてでパンダに助けるみたいなでやっぱ鉄拳だわこれ鉄拳ですよねパンダは長井豪さんの漫画でパンダが出てこないなんか悩み事があったっぽいのそうですね何かあったのかこれ覚えてないですかすごいな何だろうこれ俺の字だけど俺は何をしてたなんだこれ俺何どうしたんだ俺この時子供の太ももの傷歩こうとしたら歩けないこれオーストラリアで何かあったのかなもう嘘になっちゃった。なくなっちゃった。恐ろしいものみたいな。というようなことがあって、今時間どうなってるんですか今。まだ20分ぐらいない。まだ20分ぐらい。質問でもいい。まだありますか。まだある。まだあるの。途中で野鳥と野鳥をくっつけて分厚くしたりとかっていう時もありましたよね。ありますあります。あれだから結局両方が必要なんで、例えばそのアニメのコンテンツとかやってる時って流れでずっと書いちゃってるんで、なんかくっつけときゃいいかなみたいなって。結構きっちりつけてありますね。あとなんか。あれが引き出しというか折り込みポスターみたいなのが、ねあったりとかねあれはねさすがに最近はできなかったですね怖い大丈夫ですかヤマトってあっちのヤマト大丈夫伊豆さんのヤマトの23話これもだからこういうラフなやつをどんどん書いてってっていうのでしてましたね。でちゃんと尺入れをしている。でその頃に実はシン・ゴジラこれでも多分本に載ってなくてこれあったんだと思って一番最初に書いてるこれなんです。なんかもっとそのリアリティをどういうふうに扱うかっていうのがなんか。東京の街の下が全部水になってて、その下にこうなんだろう眠ってるゴジラみたいなところから始めて、まあそれが結局蒲田に上陸するところのイメージになってくるんですけど、最初もっと静かな感じでそこにゴジラがいるみたいなことを考えて、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、まあ街並みの下にもう入るみたいな。でそれでちょっと乗せそびれちゃったんですけど多分これが一番最初に書いた時系列的にはそうなんですあらいいあらいいねゾウの改訂版の時に顔の下に塗るっていう。あ、あいつじゃないです。これはあいつだ。いやいや。あれはね、載せようと思ったんですけど止められました。ダメでしたねあれはね。これは別にあれですよね。パーティーコースね。これもね、割と悩みましたよね。俺は描けない。ミクラスとも空で描けるんですか。ミクラスは空で描いちゃうんですか。いや、一応ミクラスは間違えて、やっぱこういうのって間違えると松代までの話になる。あの時あんなに描いて。やっぱ一応見ます。怪獣図鑑見ます。サラサラと顔の出来扱いがすごい。さすがにそれはできない。これが途中からこの辺までセブンやりながらどちらやってるのひどいね。それはもうあれですね、マッドマックスになんかハッピーみたいなでマッドマックスのね、あの本ノートはマッドマックス一つだけ。なるほど。途中で変なポエムがありますけど。何があったんだろう。何があったんでしょうね。酔っ払ってなんか書いてたのかな。それにしたのにきっちり書いてあるじゃないですか。だからむしろ怖いよ。サイコパス感ある。あとこういうの結構あれです。なんか菅野薫さんっていう、講演とか聞きながらメモを取っとくとなんか2行分まで書いちゃうんですね。これは。みんなのも書いてたんです。これとかあるじゃん。これもシン・ゴジラの。ああ、なるほどなるほど。どっかの海上保安庁に行って、最初にそういう時どういう初動になりますか。118番というね、119番じゃなくて118番でそれで出動してっていうどういう流れになるかとか、それこれ取材した時のメモ。すごいもうみっちりというか、一瞬なんか見てて心地よいんですよ。あ、なんでジェットじゃない。これだけで分かるっていうのもちょっとね。いや、この時ね、ジェットジャガーをなんか作品でやりたいみたいな人がいたんです。ああ、ここに書いてある。酒井健作さんというゲームセンター CX っていう番組あったじゃないですか。それの構成作家の人が好きで、でなんかジェットジャガー、ヒューさんも好きですよ。好きですよね。好きだけど、でやりませんかみたいなのが来たけど、まあ東宝は剣もほろろに断り、それがいまだに因縁として続く。これもと最初の頃の第二形態の作品は、まあラブかボックスしたらどうか。これなんだかわかんないと思いますけど、これは内閣府の時に。会議室、写真撮っちゃいけないんで、とりあえず数だけ見て、数の机の並びだけ、こういうあたりから実は始まってたわけでございます。運河の下からやってくるのが初めからあったんですね。蒲田に近くてしょうがなかった。こういうの分からないね、見せながらハラハラ、あ、ミカサ・アルニって書いてあるから、これあれです、進撃の編集に書いてあるんですね。それをやりながらゴジラを書いてる。なるほど。まあ、そう。まあ、シン・ゴジラはこれだけ続きますけど、あとはもう大体本になっているということでございます。シン・ゴジラも実は結構間引いてるんですよ。そうですね。難しい。もっと人の多いやつもなかったですね。やっぱりどうしても怪獣の魅力には腰が。そうですね。見てると。でもない。いくつかのこう。マックス20211009とかそういうフォールダーいっぱいあるんで、そのどっかにまだ見た記憶ありますから。ここ。ああ、なるほど。これも首相官邸の中のあれです。官邸に入って車の。フロントガラスに貼ってある紋章がどうなんだ、あと部屋の中の素材の切り返し方がどうだ、このペンのやつとかは、あれ、男の子が怪獣が好きだろうとか、そうですよね、ここを点取る子たちの果汁好きだろう、あ、この歩き方はたまんなかったですね。いや、僕ら早い段階で CG でやると決まってたんで、じゃあどうするみたいな。で、やっぱり何度か同じことをやられてて、そう。こんな身につくやつがあったりありましたね。わかりやすい。いろいろ最後の八潮理沙さんがだいぶ短くなっちゃった。最初ヘリでなんかあれでしたもんね。そうですね。ボルケーノみたいな。スラリー投下とかやってますよね。本当原発じゃないですよね。そしてそういうのをやりながら、これはまたあれだね。また進撃の音楽の音楽を聴きながら。こんなのどうか。やばいです。手が増えちゃうみたいなあれでした。いや、これは単にその胸郭の動きみたいななんか結構こう張って尖ってたんで、あれがこうもともとそのなんかエラが発達するやつだっていう、第二形態とかはもうエラが思いっきりあるじゃないですか。あれに対して、こうまだその名残として動きとか残ってたらいいんじゃないっていうので、エイリアン2のエイリアンクイーンがやっぱりミニ羽織って前後じゃなくて横に2人だったんです。ああいう形でやればなんかその胸郭がなんかこうバコッとなんかこう開いて閉じてみたいなのができるんじゃないかなというので考えてたような気がしますね。まあ、だからここまでいったらあれでもご本人の来てるのと同じので、じゃあということで、まあ、最新作はあるけど最新作はあれですよ。ダメなの。それダメですよね。ダメですよね。これ以上物議をかもしれない。配信さえ。配信さえない。いやだよ。せちがらいのだな。まあでもまだいろいろお見せできないからやっておりますので。はい、今日もせっかくだから質問、はい、あれ方全員回れるぐらい全部回れます。いや、コメントでも持ってて、はい、ですね、アニメのコンテを書かれる時もコンテではなく画コンテの方文字を使われてるのはどういうこだわりでしょうか。なんでだろう。なんですかね。誰が始めたの？違うんですか。誰が始めたの？あ、違う感じとか好きです。じゃあそれは安野さんの。あと来ているのが破壊描写が素晴らしいと思うのですが、特にこだわっている点はどこでしょうか。そう。まあ、スピード感とスケール感みたいなので多分両立しないんで、それは本当にもう毎回こう本当は何だろう、大きいものだからもっとゆっくりいきたいけど、でも破壊してるエネルギーそのものはものすごい強いわけだから、それがものすごく初速は速くなきゃいけない、初速が速くてそれが後になってゆっくりになるみたいな、まあ絵で描くのは何とでもなるわけですよ。それでいうと最近見たんだけど一番いいのはね、別に宣伝するわけじゃないですけど「新仮面ライダー」の小屋の爆発は本当にいいんだよね。多分ね、このね20年の間のミニチュアの壊して多分一番うまくいってんじゃないかっていうぐらい、あれ良かったですよね。みんなさ我慢してる。いやでも予告でも流れてますね。ネタバレとかじゃないんですけど、本当これぼれとするぐらい詳しいでしたね。はい。新ウルトラマンとシン・ゴジラのコンテの線の太さが違うのですが、はい、筆記用語その時のブームで違うんで、筆記用具があの時はね、あの頃 0.28 ミリのボールペンブームだった、うん、頭が良くなるようにやっぱだんだんそうやっていくと、これまでずっと 0.7 ミリのシャープペンシルだったんですけど、だんだんやってきて、だんだんなんか、まあ、ある意味勢いだったり野性味だったりとかそういうのはあるんですけど、そういうのやってる時はいいんですけど、なんか知性がどんどんなくなってくる暴力とか迫力とかそういうのがあるんですけど、ウルトラマンってちょっとね、なんかその、まあ、もらった台本読んだ時の印象としてはなんか IQ が高い印象っていうか、なんかちょっと知性対知性みたいなところがあるけど、まあ最後は殴り合いみたいなそういうものかなみたいな。だから大体そのなんかこうなんか科学だったり知性理性みたいなものっていうのを意識するようにしてた時に出会ったのが 0.28 ミリのボールペンというです。めっちゃ遅いわけですよ。インクの減りめちゃくちゃ速くて変えるの大変なんですけど、あれが本当なんだよね。ピッて線引いただけでなんかすごい精密だな、なんかロッドリングが出たすぐの頃みたいな、めちゃくちゃ綺麗なっていうか、細かい線が描けるんですけど、その分いっぱい線を引かなきゃいけないから作るのを使ってっていうのがありましたけど、あとなかなか途切れない、何が気持ちいいか、すごい細い線のくせに途切れないんですよ。あれすごい快感でしたね。チカットのイメージどのくらいで描かれてますか？時間的なものですか？うまくいけば描いた時間分ですけど、大概うまくいかないんで消すんです。消したり迷ったりっていうのがものすごい時間がかかるんで、それかける10とか。20とか30とかみたいなことですから、ね、間違いなく、だから本当やっぱりアニメーションの仕事とかさせていただいて、絵の上手な人っていっぱいいるんですけど、何がその人たちすごいかって早いんですよね。やっぱり迷いなくその線がピッとなんか下書きでもあったのかっていうぐらい迷いなく線が引ける人っていうのがいっぱいいますよね。あれがね本当衝撃だったっていうのは。全然ダメだこれは。爪の赤が欲しいんですけどね。あと実写作品とアニメ作品だとコンテの作り方、ストーリーの構想の仕方に違いがあったりするのでしょうか。でもね、さっきこう流れなのかとかおっしゃってたように。だから流れとかって本来はむしろ実写映画とかお芝居という意味ではあるような気がするんですけど、むしろ本当に今はもう実写映画でコンテっていうのがなんかあまりないもあるんですけど、コンテを出発点にしなくなってるんで、それよりもまずその空間においてどういうふうに役者さんが何をするのかみたいなところで全部決まっちゃうんじゃないかな。逆にそこを決めないとどんな絵になるかっていうのがもうなんか無駄になっちゃうので、まず立ち位置どこなのみたいな。あと不思議なもんで、後で役者さんってすみませんそこからここに来てくださいみたいな言ったら、なんでってみんな言うんですよ。なんか理由がないと俺そこ行けないよって本当いまだに言われるんで、その時にそこに来ざるを得なくなるような状況というのはどういうふうにこっちが説明できるかっていうのが勝負になって、あとはそのなんだろう目に見えない道筋みたいなのを作っといて、それにうまく乗っかったらまんまと引っかかったというか、だからそれは本当ミニ四駆みたいなもん。そうね、役者さんに対して失礼な聞こえちゃうかもしれないけど、ミニ四駆ってやっぱ最初のセットアップが大事じゃないですか。最初のセットアップで最後のコーナーでどうなるかみたいなの全部もうイメージしながら、あれってここで熱を覚えるんですよね。ナイロンワッシャーとか使って、それと同じようなことっていうのはどちらかといえばその俳優さんと仕事をするときにあるような気がする。なんだけどでも人だけ不思議なの、後でここに立つの嫌だけど、最初部屋の外からお願いしますって言うと、それ文句言わずに中ちゃんとなんでと、それ絶対最初のスタートポジションに関してはほとんどの人は文句言わない。おおそう来るんだって言って。従うんですけど、その後の一修正に関してはすごいみんななんかねプランと違うらしく、いやちょっとそこ行けないみたいになるのでそれ行くように目に見えない下り坂を作ってもらう。そうすると目によって話してあと誰かをそっちに行かせるとついてっちゃったりとかするわけですよ。それ本当なんか面白いなと思うし。それがむしろなんか絵を描く、だんだんそうやっていくと、多くの人の監督、のその割りもんって結局絵コンテじゃないけど字コンテを見て描くんですよね。でカット割りを大体決めて、ここは誰の半分誰の半分みたいな。もう台本って下半分がと書くとセリフになって上半分空いてるじゃないですか。なんで空いてるかって、そこに演出家がみんな割りを描くんですよ。なんだけどそれをと同時にそこで割るためにどういうふうにそのなんだろうキャストの立ち位置をなんか最初に作っておくかっていうのはものすごくなんか大事で、打ち合わせする時まず図面をみんなもらうんですよ。演出がもうどんどんなんかセットの図面がいくわけですよ。なんでこの人はそんな図面が好きなんだろうと思ったら、子供っていうかペーペーの頃思ったんですけど、図面って全部その立ち位置をつけることで1人2人だったらいいんですけど、もう6人7人いたりするわけですよ。そういう時にどう配置するかで全部決まっちゃうんで、それは本当なんかね、やっぱお芝居を撮るってそういうことなんだなっていうのが面白いですね。それがむしろその絵作りに最終的になんかこう有利につながっていくんで、はい、他は何かせっかくだから聞きたい方、あ、貴重なお話ありがとうございます。この本にも書いてあるんですけど、その野鳥を使う時に、みたいのをやれればいい。まあ子供のお子さんの頃からそういうものになんかこう絵というものに触れられてたのかとか、その辺ちょっと教えていただきたいな。やっぱりあれですよね、再生装置っていうかビデオがなかったじゃないですか。なかったんですよ子供の頃。本当はビデオとかリトラクタブルヘッドライトみたいな感じで横からなんかミサイルが出るんだよみたいなとかを書き留めておくんですね。それ何かっていうと、要は自慢したいだけなんですよ初期衝動としてはそういうことで、しかもそれがどんどんもうお金がなくてもできることって実は紙と水だけだったっていうのは、でその後テープで録音するっていうのがあるんです。それもっちゃうやつなんですよね。そうなるまでは本当なんだろう、自分の記憶をどうやってまあ、今と一緒なのかもしれないけど、本当絵に描き起こすっていうことでなんかこう友達よりも俺の方が覚えてるぜみたいなふうにしてたっていうのがなのと、あと何でしたっけ、あと感情というかなんでそこまで絵を描くようになったかっていうと、あれなんですよね、やっぱ。ずっとその絵コンテみたいなのやってたけど、まずその絵コンテやっててもその制作規模だったり結局お金と時間だったりっていうので、お金と時間に対する責任を負うような立場にならなきゃダメだ。それはまあ監督になると。監督になったからといってできるかといったら実はできなかったんですね、結局それだけ。じゃあどうするかっていうと、まあもちろんお金とか時間があればあるに越したことないけど、それはやっぱり日本だと限界がある。そうしたら何かっていうと、結局一人一人のスタッフがこれ面白そうだからやってみないっていうふうに思わせるしかないわけですよ。そのためになんだから実は書いてるその特に画面のところに書いてる絵とかって、これやってみてってどうやったらみんなに思われるかっていう念を込めて書いてるんですよ。もうだから本当なんだろう、いい絵を描こうとかじゃなくて、これ面白そうだから撮ってみない、やろうよこれって言わせたいっていう1年で書いてましたね、あの頃は。そう考えるとそれがどっかで一回そのなんかガメラ3本ぐらいやると慢心が始まるわけですよ、人間としては。でやっぱどんどんそういうのがだんだん減ってって、だから日本沈没の頃とかって今見るとやっぱなんか分かって当然でしょみたいな、今ねこれ当然でしょこれみたいな、当たり前じゃんみたいに書いてるわけですよ。それがやっぱなんかまたその巨人編あたりからなんかこれをやらなきゃダメなんです、やらせてくださいっていうのがなんか僕も乗せてくださいみたいな感じのねそれって何でしたっけ、なんかありましたよ、それ。ガンダムですよ。あ、ガンダム。僕の方がうまくできるんだ。みたいな感情が多分出てるような気が今日しましたね。認められたい、そしたら承認欲求が今だ。ああ、ダメだな。ワード出てこなかった。承認欲求がこうさせたのかな。で、本当それなんか実はその。一人で満足するとか、お客さんのためにとかじゃないんですよ。本当周りにいる、一緒に仕事をしている人たちにまずなんだろう、その火をつけたいっていう、やりたい、やってみようとか、どっかで無茶なことをやらせようとはしてるんで、それをどこまでこう膨らませられるかなっていうのが絵で描く時のなんか心がけてるというよりもなんか義務のように自分で追ってたもんですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。他。はい、今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。新仮面ライダーの最速公開決定まで。見てくださいね。はい、初動が大事なんで。そうです。明日見てください。明日の午前と。お願いします。はい、で、質問の方ですが、2点ありまして、1点目、銀座でサインをいただいたときに引きそびれてしまいました。絵を描くときというの、斜線というのは右下がりの斜線になりそうなんですけれども、本手側を見てるとそうでないものもあります。ひょっとしたら紙をくるくる回転させながら描いているのではないかと思います。あと2点目なんですけれども、樋口監督のおばさまからちょっと質問いただいておりまして、収めることのできなかった膨大な資料、絵や文章があると思うんですけれども、いかがでしょう。須賀川にはアーカイブセンターがあります。ああいったところに残すとか、そういうことはできないものでしょうか。はい、お願いします。2つ目のは、私が死んでからの話誰かが何かしてくれるその時にね、価値があれば何かしてくれるかなっていう気がします。辻さん、よろしくお願いします。その頃俺も死んでる。そうでしたね。みんな死んでるぞ。みんな死んでるから、もういらないや。紙だよ、紙とか。いや、そうなんじゃない。でもう一つね。で、何でしたっけ。書くとき、何も考えずにやってる。何も考えずに真似だけしてるっていう。何の参考にもならない。でも周りに本当上手な人いたら、上手な人がどうやって書いてるかっていうのがまず一番参考になるかなと思って。ガイナックスって頃に会社にいた頃、本当全員うまかったっていうか。そうすると自分もうまくなれるんじゃないかって勘違いするんですよ。だってこの人たちこんな早く描けるのは俺だって思ったら、ああダメだねバーンってどんどんぶっちぎられるわけですよ。待ってくれみたいな。本当努力ではどうしようもないんですよ。